今日はですね、こちら松竹新富ビルと書いてあるんですけれど、12月の、吉田屋夕霧の衣装を見に、こちら松竹衣装さんの会社までやってきました。いつもですと楽屋で来月の相談を衣装さんや床山さんとするんですが、今回コロナ対策でなかなか楽屋でゆっくり時間を過ごしたり、人との接触を避けるということがあるので、今日は実際に会社に来て、ソーシャルも保ちつつ、またなので今日はしっかりマスクもして、ロケというわけじゃないんですが、こちらに伺って来月の衣装、吉田屋夕霧の衣装の、我々衣装見というんですが、それをやってみようと思っております。それではいざ入ってみたいと思います。ここ久々ですね。ここ来るのは何か大きな出し物があったりとか、担当の衣装さんと連絡を取ってこうやって見ることもあるんですけど、久々なんか綺麗になったようなんで行ってみたいと思います。では入ってみたいと思います。失礼します。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いいたします。最初のですね、私奥にを着る時にも電話で帯の結び方を教えてくださった衣装の前髪浩太さんです。最初の出のかけ、出のかけ流水、流れ水、流れ水、流水ですね。流水に足に、足に詐欺で雪持ちの柳ですね。後ろを見てみます。おで、まだこれは仕立ててないからこうペラペラなんですよね。そうですね。ここにこのしっかり裾がついて行くってことですね。そうなんですよ。これ綿ですよね。綿です。綿をこんだけ入れるんですよ。むちゃくちゃ厚いんですよ。でこういうのでやっぱ重みがかなり着ても重くなって、普通の例えばお姫様とかでも結構厚いけど、普通の吹きだとかなりこれの3分の1ぐらいですか。これだから三寸、普通は一寸二分、形成になると三寸吹き、これすごいですよね。やっぱり結構重みがあると。でじゃあこれを着させていただくということで、もう一つ今それね出てきてた身受けの掛け、はい、身受けの掛けって言って、最後に、この吉田屋っていうのはハッピーエンドになるわけなんですけれど、最後身受けされた時に着る、こっちは逆にもう大いに派手でいい掛けってことですよね。そうですね。でこれもそのやられる方によってものが違うんですけど、逆にこの最後の身受けの掛け、2枚目の掛けの方がそれぞれ個性が出ますよね。そうですね。これは祖父の藤十郎が、あれ藤十郎になった時ですよね。襲名終わってから、終わってから夕霧やるってことになって、せっかくだからその山城屋にの柄で何か作ろうという、この紫色がまさにその祖父が工場とかできる上下ですよね。で時の色の山代富士という色ですよね、はい、が地色になっていて、これはどういうデザイン、これ前髪さんデザインしたんですよね。デザインというか、まあそうですね、衣装設計というか、はい、立派に富士を入れて、で松、滝、松に滝、じゃあいずれ50年後ぐらいに作れるようにするんで、その時は坊ちゃんが鴈治郎を襲名する時には、はい、前山さんいくつですかその時。50年、死んでるね。いやでもぜひね、ちょっと一緒に掛けも作りたいという夢も持ちながら。そうですね。これをちょっと洋服で着ることないですけど、これでも相当な重量感なんですよ。でやっぱり着ると、例えば袖もね広げるとあれだけど、こうなっちゃうと柄が見えないんで、結構最後もねやっぱ掛け見せってこうすると全部が見える。はい、ということで、今日は松竹衣装さんに衣装見として、来月の吉田屋クルワ文章の夕霧の衣装を見に来てました。はい、この衣装ですね、先ほど見た詐欺の衣装と、こちら富士の衣装と、12月南座で来ますので、ぜひ皆様見に来ていただけたらと思います。以上、今日はロケでお送りしました。